それでは始めてください。さあ始まった、アッキー対ゾレックス。投げはグラップ、中大昇竜拳。さあアッキーが投げはグラップ、中大投げてダイフラーガード。さあアッキーが、さあ今をときめくゾレックス、ちょっと相川翔にめくって、中盤中盤体育膝相手どうなる、タクセール投げを入れて中段上ブロってる。地獄来るまで画面端どうなる、 EX サードかかと払わない、そこの昇竜が、ついに昇竜拳投げて、昇竜はブロっていたが途中から食らっちまう、中盤入り込む、ドレックスが桃の隙間に入り込む、投げはグラップ、中国車で切り返す、秋中央車、中盤これはミスってレイドまで決まる、上り合い中足中昇竜ジェダイ。さあ気あるのか、リープ少し移動投げ、ゾデックス以上見せる、膝ダッシュして膝移動投げは使って、まだ空中にいたが地獄車、画面端に持っていったのはアッキー、投げグラップ、中盤コアコア中足と流れるの連携で画面端に持っていく、ゾレックスしっかりガードして投げて、画面端は脱出したが体力は少し取られているが、分割で中盤かくらして台足で声出して画面端、中盤ジルダイで切り返される、サボール中盤出ない、画面端持ってって完全アッキーペース、ゾレックス通せる、 EX だぞこれはガード、 EX エルボール切り返して5番中足これは割れない、 EX 立ち負けこれは割れない、剣だぞ EX サード、これはしっかりガード、もうゲージがない、ゾレックス入れるか、あの前に入れるのか、さあびっくりしてしまったゾネックス、相川翔びっくり、さあ誰が出てくる、さあ北川オーロス誰が出てくる、ルカ誠、さあアッキーに対してルカ止めることはできるか、一人一殺でせめてヤックンまで3人は残しておきたい、またバナオがヤックンを倒すのか、中盤壊しそう、大キック落として5番流れる両脇早い、ルカ壊しそう、 EX キックそこまで早い、中盤大キック中昇竜陣内、アッキーが強い、地獄車で投げ返される、詳しい大よろしい、ルカどうする、ズルビー、さあ北川ワロス意地を見せるか、テスト立ち中パンチライ、ここは確実に決めていく、中央来るまで小足下ろし暴れる、中盤マイブロ投げ仕込んである、中盤小足下ろしどうする、画面端
唐草はジャンプしてる。投げて、これはまだ安い。投げる、投げ返されて唐草ダイバーチェスト10番手を出して剣、分かんない、どうするか。5番10番陣内、ここは気が冷静。さあルカのゲージは溜まっているぞ。正中線後段次どこで使う。中盤お互い牽制し合う。前ライバン、これはしっかりヒット。この1回が結構でかい。中盤チェストチェストから当たる。お互い投げはグラップ、速い展開に持ち込みたい。さあルカが、怖っ怖っ、陣内アッキーが冷静。ただ陣内がもうなくなって、こっからどうする、殺しに来るのか。下めろー、接中線勝負をかけに来るか。中盤パラダイ剣タッチ中継、ルカ取り返す。さあ誰が出てくる、バーサスで。さあどうする、ルカさんボタンを押して始めてください。ここで出てくるのが、今日は全く活躍してない日がない武器、上で見せれるか。攻撃は壇上まで行った、武器使い。じゃあ足こけさせて投げる、ここはシストキャンセルして、お互い距離を見つめ合う。距離を取って、さあ誠の強引な判定に対して伊吹どう対応する。投げて、ここは冷静、スライディングくらいで逃げていく、攻めて逃げて、これが比嘉ルカ、どうする、勝負をかけに行けるか。5番から投げて比嘉がもう逃げる、逃げ始めて、さあ霞が溜まる。さあ逃げているぞ、まだ来ない、伊吹がかなり減る。大番大キックで落として、まだ来ない、逃げているぞ比嘉。ちょっと比嘉焦っているか、投げる、ここは冷静な対応。ラウンド数どういう展開に持っていくか。代々からターゲット、火が強い、投げて、投げる、いや島のか、投げる、投げ返す、チェスト、チェスト、昇竜からこれは切り返されて、でもスタンチが溜まっている。学校は行くしかないのか、逃げるのか、誠足が遅い、投げる、比嘉が取り返す。さあ北川健が出てくる、個人戦では3位の結果を残したシエの弟子北川健。さあ伊吹戦はやり慣れているのか名古屋勢。さあターゲットはしゃがんでくる、まず中足ミドルで返して中段が当たるが1号車で画面端リードしているのは北川、昇竜昇竜、これが伊吹には強い。大キックでこげ出してスライディング冷静、大キックに大テール差し返す、中昇竜暴れ、中盤逃げジャンプショー。さあこれは比嘉ちょっと厳しいか、比嘉は逆転の比嘉と言われる男、まだ分からない、昇竜拳で切り返す、投げしけ誘って投げ返す、先に取ったら北川。スライディング投げる、霞がけで投げる、昇竜陣内、これはさすがに待っていたか、38割まだ打っていた。さあ比嘉が、比嘉は今日バラされる日なのか。伊吹とはそういうキャラなのか。さあここは霞まで使わないで比嘉取り返す、
さあ北川ここで比嘉を止めておきたい。ミドル、ここは逃げている。逃げ草津巻き肉処流から霞中大地雷かかと中足地雷。さあこれ完全に北川ペース。比嘉どうする、投げる。まさにシーソーゲーム。さあ誰が出てくる。さあ誰が出てくるんだ。ここでチャンプロック、チャンピオンの意地を見せにロックが登場。地獄車ディープ、地獄車小判。さあロックは北川倒すことができるか。ヤックンを出さずに優勝があるのか。後ろにかかとが出ている。中大暴れ、中足地雷。さあ6つ空いているぞ。終盤怖怖。投げて行く、佐々木絡まれない、ディープ中足昇竜、これが 6! 投げて DX! レース昇竜拳、ロクが乗り移ったか。地獄車で画面端先に持ってくるのはロク。投げ、グラップして投げて投げる、大パンアブレ、怖怖地雷。昇竜拳リープに対して昇竜拳かかと地雷。さあ北が乗ってきたが昇竜拳まだ打っている。バナーもびっくり。投げて投げる、かかとに対して打ち返される。さすがに打たなかったロック。投げて、これ完全に北影です。チャンプやられてしまうのか。チャンピオンが投げられる、重大地雷。怖怖怖で切り返す。さああるのか、アロク中盤どっち。 EX 昇竜ガチャガチャバージョン。さあ北川ロクを見つめる、北川が6人視線を送っている。さあ誰が出てくる。ここはさすがにトクラなのか。さあこれ出てくるのはトクラ。さあこのトクラをどう処理できるかがチームの言葉にかかってくる。先ほどの決戦ではかなり強かったトクラ。中昇竜おいしい、中昇竜、昇竜昇竜まだ打つ、完全にチンタ乗り移っている。乗り移りきたが壊し壊しと僕ら怒っている。EX さじまき昇竜バイバン、5番落として移動の移り返す。ここは CX 道路めぐり中盤道路道路道路投げて昇竜地雷。まだ打っている、中足昇竜まだ上がらない、どうする。中足 CX 道路トクラどうする、繋がんない。出てきたヤック、さあ繋がる。
さあ大将ヤックに対して残るは宵闇ブルー北川、3対1。さあヤックヤックをどこまで追い詰めることができるか、この3人中大大ヤック1人で5人分あるぞ。投げはグラップ大パンで対空して、さあ威撃をゲージに発動、北川大足こけさせる、まだ勝てない、高い、さあこれはまだ勝てない、完全に北川の流れに見えるが、今までに満ちた昇龍の布石がかなりヤックをビビらしている。投げて投げる、投げはグラップ、ここはかかと赤村中足でした、まだ勝てない、これはヤックスペシャル、最大決めていく、まだない、ヤックどうなる、これは上を見ている、ヤックンが上を取り返す、さあヤックンひよってないぞ、ひよってない、ヤックンを倒すな、一言ステージ発動して、ここはここは前方転身、テイさん落としている、地獄車、コマンド落として投げて、投げはグラップ、絶勝で避ける、10対1以来下ブロー、まだ来ない、昇竜拳投げは覚醒か、ブロっていたが投げる、北側のスリーチ、投げて壊し、テスさんに切り返す、ヤック冷静、どうなる、リープヤックンが冷静に切り返す、北川どうする、中大中しっかりダウンしていくね、テスさんこー、これがヤック、テスさん北川よく頑張りました。さあ残るは息吹2枚、さあ気に出てくるのはブルー、勝ったのは見たことがない、どうだろうブルー、残りジャンプ台中台、ターゲットを決めるブルー、東ゲージに発動して、なぜかブロっている、これは確実に削って、さあブルーがうまい展開で投げはグラップ、ブロっている、大ゲージ落として、いざ重ならない、ヤックンがちょっとテンパっているか、逃げてとりあえずゲージに発動すればブルーを落ち着ける、これグラップ、これブルー体力リード、これはカスミスサークが宇宙くらい、なぜかそれを当たる、中井絶賞、絶賞まで決まってライダー、ブルー速い、ブルー速い、まだまだ、あー一本当たってしまう、デージが足りなかった、ブルー見せてくれます、投げて足元当たってゲージ中継、どうしてヤック一生だく追いかけるブルー、攻めるヤック、追いかけるブルー、逃げ回ってる、逃げ切れている、これはあるのか、宇宙で当たって投げグラップ、大形態くスライディング、ピーザー北川のスイーチ、まさかのブルーあるのか、
最終戦に持っていくことができるか。逃げる。これもうたまって終わってしまうのか。これもブロッティール。早いヤック。ヤッコンがしこる。さあ大将よい闇。さあ大将戦持っていく。北川ロス。バーサスを倒せるか。さあ宵闇大将戦ビジャンブダイ東右だ右地でシャブロしているブロし返しで逃げる選手をまだ打っているジャックノリノリ下段で攻めていく画面端に先に持っていっているのは宵闇発動してしかし壊しになってしまっている。天心決めていざつむじどうなるあるのか良い闇あるのかしゃべろー削るー良い闇逆転北川ロスリーチ切れているヤック開幕選手をしてもらおう。これはヤックン混乱モードかなり良い闇優勢全盲天使ケイさん当たって跳ねてしまう中足ゲージリープフェールさあヤーサス取り返すダブルリーチ当たって EX スカルディープ当たるが繋がらない高いがなぜか当たってヤックンが完全優勢くしゃぶろして EX スムジも繋ぐ裏から自分はしないだしゃぶろー2勝で切り返す削りに行ってまだ残るどうするヤックン良い闇かヤックンかいいぞー良い闇勝ったのは北川ロス名古屋が打ち勝ちました。拍手お願いします。盛り上げていく。それでは準決勝2回戦山田ジャパン第3じゃんけんの方お願いします。